突進。さあさあ貫け、さあ貫け、よし結界よ。
結界よ。さあ、取れ、えい、パーミットシェル、えい、取れ、よっ、結界よ、やればよ、よっ、よっ、よっ、パーミットシェル、よっ、えい、さあ、先輩、お互い無事で何よりだ。なんとか採用にたどり着けたようだな。ああ、この先に。今の、ええ、間違いありません。どうやら最後の大取りみたいね。やれやれ、ついにラスボス戦かな。 XRC、 ここまでよくついてきてくれた。もう時間もあまりない。覚悟を決めたら早速突入するぞ。はい。ああ、
突入開始。気を引き締めていくぞ。ああ、敵に使うつもりか。化け物が。絶対に負けられません。ええ、放置すればあれは第二の災厄を起こす。ここで確実に止めなくてはならないわ。あんな悪夢は二度と繰り返させねえ。何よりも俺たちの町を、大切なものを守るために、今こそ全ての元凶を打ち砕いてやる。作戦開始。目標を撃破する。死力を尽くすぞ。エクサルシー。ああ、アイスキルノバ、そこ、これはどう？
これはな、
クロスドライブ、マキシマム、これ以上これはどう、これはどう、あとは頼んだ、これはおい、沖坂、沖坂、聞こえるか？沖坂くん、ここ？よかった、二人とも大丈夫そうですね。意外かは先ほど無事に収まった。やれやれ、戻ってきたら気を失っていたから心配したぞ。ま、かなりの死闘だったし仕方ないかもしれないがその割に先生はピンピンしてるっすね。まったく、どんだけタフなのさ確かに、さすが軍人ってところかは。それで、あの落とし子、あそこだ。奴を封じ込めていた機動核のフレームだ。1836時点で異界反応の完全消滅を確認した。そうですか、よかった。本当にありがとう。お前たち、コロー先生、お前たちのおかげで全てに型をつけることができた。これで10年前をやっと終わらせることができる。そっか、よかったね先生。これで森宮市に潜んでいた真の元凶は消え去った。今後は異界化も滅多に起きなくなるはずよ。 XRC の目的ようやく果たせましたね。そうか、これで終わりか。ええ、お疲れ様寂しい気もします。そうですね、得難い経験でしたし。まあ退屈はしなかったかなせっかくだ、どこかで打ち上げでもするか。賛成賛成、トワ先生やスピカのみんなとかも呼んじゃおうかスピカはまずいだろ。確かにシオリア、レオタ、ジュンも呼びたい気分だが賑やかだな頼もしい若者たちですね。サンサもお疲れ様でした。ああ、お前たちもな。おかしい、どうした、先ほどから静かだな。夕闇の気配が消えていない。
夕闇の気配。それってオルデンの刻印騎士ならではの霊感。確かなのか。わからない。だがちょっと待って。全ての元凶はちゃんと倒しました。呼んで。おっと、びっくりさせないでよ。誰からだ。しおりだ。もしもし、どうした。こっちゃん。おいおい、しおり、寝てなくてもいいのか。まだ熱があるんならちゃんとベッドで。こちらは地上300メートルの展望フロアとなります。日が沈む光景をどうかお楽しみください。おい、しおり、お前ひょっとしてアクロスタワーにいるのか。いけない。